さあ皆さん、今日ご紹介するのはジャブサルキビオです。<laughs> はい、こんにちは森下です。今日はですね、えー、ジャブサルキビオのご紹介です。はい、ということで、えっと前々回ぐらいですね、動画で僕はショップチャンネルみたいなやらないと言ったんですけど、今日は。 そのテンンションで行こうかなと思ってますというのはジャブスアルキビオがついにキュームの入ってきたんですよ商品紹介だけの動画はつまんないからそれやらないんですよって言ったんですけど j リアの方々ってみんなジャブス・アル・キビオ大好きなんでやっぱそのご紹介はやらなきゃいけないだろうということで今日はジャブス・アル・キビオの紹介をしたいと思います。でえっとね実はジャブス・アル・キビオ今回入ってきてるのはあのマサッチョをですねマサッチョっていう一番売れるモデルがほぼ全部入ってきます。 このアキューでオーダーしたのをちょっと確認していきましょう一緒にマサッチョがね1234マサッチョゴールドっていうちょっと値段が高いラインを入れて5モデルですかね入れてますでそれはもう今全部入ってますあと残りがあのカーゴパンツが今後入ってきますあとジョ o w っていう、まあ、ジェディアが別注してるモデルがあるんですねあこれもね入ってきてますブラックだけであとはレオナルドっていうモデルですねでこれはまだ入ってきてないです 某有名ダウンブランドとのコラボレーションこれまだ言っちゃいけないのかなとのコラボレーションラインがあるんでそれがね入ってきますあとジップパーカーが入ってくるのとあとね機体のデニムシリーズが入ってくるんですねストレッチデニムシリーズこれもまだ入ってきてないんですけどもう中入ってきますという感じのこの AW のラインナップをうちはピックアップしてオーダーかけてるんですけどもその中で、まあ、ジャブスの中で最も人気のマサッチョというモデルが、まあ、今もう全部上がってきてましたよっていうのが今の状況です で嬉しいことなんですけども早速ね、ねまあ売り切れちゃってる色とか出始めちゃっててあのちょっとね、今メーカーに在庫とかを聞いてるんですけどまあ、ほとんどなくってテクノールのブラックだけなんかありそうだったんでそれだけはポロオーダーというのは聞きそうなんですけどもそれ以外はほぼ早いも勝ちになりそうです。でみんなにねこの在庫が あのなくなるとすごい怒られるんですねお客さんになんか在庫もっと持てとか,か見に行くとすぐソールドになってるからどういうことなんだって怒られるんですけど本当にね分かんないんですよ僕らもなんかどれくらい売れるかっていうのを1年前ぐらいのオーダーかけるんですね、まあ、ご存知のように今もあのトレンド予測っって来年の春夏のトレンド予測の動画とか先々週ぐらいに出してるじゃないですかで今もう来年の春物のオーダーをかけてるんで。 その時にもしかしたらジャブスの人気が凋落してるかもしれないじゃないですかジャブスよりすげえいいブランドが出て値段も安くってもう魅力的すぎてもうみんなジャブスなんてもいらないってなっちゃうかもしれないじゃないですかわかんないんですよねだからやっぱり恐る恐るやるんですけども、まあ、そうは言ってもそれなりにオーダーはしてるつもりなんですねなんだけどジャブスの勢いがそれを上回ってる感じで特にね ジェリアででは本当に人気です僕らが煽りすぎちゃってるっていうのもあるんですけどうちのスタッフが結構みんなジャブスが好きなんですねなんでまあそれもあるんだと思うんですけどもまあほに加速度的にジャブスの人気が高まっていてちょっと物がなくなってるという言い訳を今しましたはいなんでちょっとそこに関してのクレームはなしにしていただいて、まあ、とにかく早めに欲しいものを買ってくださいとで今入ってるマサッチョの中にコーディロイだとかあとねウールカシミアだったりとか シルキーウールっつってちょっとこう肉厚のジャージ生地みたいなものあるんですねでこの辺ももう真冬向け真冬真冬まで行かないかなまあでも寒くなってから向けて真夏にはちょっと履けない素材なんですけども、まあ、以前ねそのとあの洋服の上手な買い方っていう動画でもちょっとご紹介しましたけどあのやっぱり今ぐらいから服好きな人ってもう買い物始まるんですね実際にこう着たいなと思った時に行った時にはもうその人気のあるモデルはすでに店頭からなくなっていて、まあ、そうじゃないものなのから選ぶみたいになってしまう可能性が 非常に高いのもこのジャブスの特徴なので、まあ、今ぐらいから一応チェックしていただいてあのまあね別にその自分が寒くなって着たくなった時に買えばいいやと思う方はそれ全然構わないと思うんですけどももしねどうしてもやっぱこの色は絶対この秋冬で着たいからと思うものがあれば、まあ、今買っておいてまあ素直しとかも出しておいてっていうまあ出さないで持っておいてもいいかもしれないですねぐらいでキープしておくと。でね意外に僕もまあ今だとそういう買いい買物しますけど あっっという間ですから寒くなるのって、まあ、今買ってもちょっとクローゼットの中に入れておくともうあっという間に、ね、も,もう今時期じゃんっていうふうになりますんで、まあ、そんな先物買いっていうのも、ね、なかなか気分盛り上がらないところもありますけど、まあ、一応チェックしておいていただきたいなという感じですじゃあねほんと簡単にどういったものがあるかだけご紹介していきますねまずさっきもう売れちゃいましたって言ったニューテクノウールというのがこちらですこういう黒とネイビーですね でこれは、まあ、今見ていただいた通りウール生地なんだけど結構薄い生地なんですよね春夏物としても同じものが出ててでまた秋物で再入荷という形なので待ってた方も多いんですよねでかつこの夏から夏でも使えちゃうっていう運でもう今使いたいからって買っていく方が多いのでまあ秋物と言いながらも、まあ、夏でも使えちゃうアイテムということで まあすぐ売れちゃってるという感じです。で、このブラックの方がもう在庫がゼロになってるんですけども、まあ、これがちょっと今、メーカーにありそうだということで、フォローがかけますけど、それ以外のものはほとんどないと言われてますんで、他のものを早めにしていただきたいなという感じ。で、次に、これも去年あったモデルなんですね、ちょっとだけ生地変わってますけど、ウォッシャブルウール、ストレッチ、これ、ストレッチが効いてる、あのさっきのものよりフランネルって分かりますかね、あの毛羽立ってる感じの生地なんですね、少し。ああ ピンときたよしこれも、ね、去年はすごい人気でただな見ての通り少しこう毛羽立ってる感じの温かそうな生地で実際履くとやっぱさっきのニュ,ニューテクノウールでよりはあったかいんですよ。 なんで冬でも使えるっていうことで、まあ、今すぐバンあバの飛ぶように売れていくってことは多分ないとは思うんですけども、まあ、狙去年からの人気アイテムなので狙っている方は早めに行くんじゃないかなということで、まあ、こちらもおすすめで今年のコレクションモデルで僕ちょっとこれ売れちゃうんじゃないかなと思っているのがシルキーウールというやつですね。こういういメランジ調の こっちはねちょっとねなんかいろんな色が入ってて可愛い感じなんですよねでこっちはあのソリッドに黒白多分使いやすいのこっちでしょうねあこっちは別にまあ、透明だと分かんないからブラウンポイントあれなんですけどなんとなくあのこっちの方が僕は先になくなると予測してますとはいっても今ね数字見るとすげえ弱気のオーダーあの多分これこのオーダー作ってる時ってあの時期なんですよあの忌まわしい事件が起きてるぐらいなテンションアパレル的にテンション低めの時期なんでめちゃめちゃ弱気のオーダーしてますね <laughs> なくなってくれればいいやぐらいのことはしてますねだからまあ多分これ速攻なくなります本当に。 いう感じですねまあああのここれもかっこいいですねであとコージロイですねこういうコージロイウールのコージロイもちろんジャブスなんでストレッチはバッチバチ効いてますんでまあ、こういう感じこれもえー、と3色ですねアイボリーキャメルブラックで2万7000円でさっきのシルキーウールの方は3万1000円で,で去年もこれあの展開があってちょっと生地が違うんですけども展開があってすごいやっぱ売れました2万7000円というね値段もいいですよね税込みで3万切るのかなということでまあでもこれも コーロイなので生地がまあまあ厚めなので、まあ、冬向けですけどもこの辺も人気は高いモデルであと最後に、えっとね、これがウールカシミアですねカシミアが入ってるんですよでだからそれでこのチップもゴールドになってるんですねでマサッチョゴールドっていう名前になっててあのタグもねちょっと違うんですよねこういう感じでジャブスの中のマサッチョとしてはプレミアムラインの位置づけになっていて、えっと、値段がやっぱ高いんですよ あのカシミコンなんで4万円するんですけども去年も展開したらやっぱすぐなくなっちゃったっていう感じでこちらはそんなにうちももともと数をねやるつもりもないので、まあ、欲しい人だけ多分ジャブスをすでに持っててもうちょっとアッパーランクなものが欲しいっていう方が多分買っていくんだろうなと思うんでそんなに数はつけてないんですけども、まあ、こ,れこれ多分グレーもオーダーしてるはずなんですけどもまだチャコールしか入ってきてないですね。もしかしかたらグレーは ドロップって言って、まあ、生産のいろんな記述号とかで、まあ、オーダーしても入ってこないものがたまにあるんですけどそれになってるのか後から入ってくるのかちょっと分かんないですけども、まあ、今のところこのチャコールしか来てないという感じですねでマサッチョに関してはそのこれのグレー以外はもう全部揃ってるんで、まあ、ほぼ全部来てますというような状況ですあとマサッチョ以外でもう1個入ってきてるのが ジェディアの別注ですね、ジョーというモデルです、これ、この間の春夏もやってるし、この秋冬もやってます。で、次の春夏もオーダーしたんですけども、一回断られて、使用がめんどくさいって言われて、値段がすごい高くされて、その値段だと無理だろうっていう話になって、揉めて、断られたんですけども、つい3日前に連絡が来て、ジャブスにすげえ代理店がお願いしてやってくれることになりましたっていうことになって、の次の春夏もまた展開することになったんですけども、このジョーというモデルですね。 こういう感じですねこういうふうにあの一応ツープリーツあるんだけどそんなにこう深くないし飾りっぽくついてるので全体のシルエットに影響を与えないと、はいえっと、こんな感じです上ですねもう全然マサッチョとは違うあのシルエットになってますねあの腰回りふっくらしてでこうさっき言ったツープリーツでサイドアジャスターがあってっていう感じなので、まあ、何だろうなマサッチョがもうちょっとこう スリムにグーッていくのに対して少し腰回りふっかししたクラシカルまああんまりクラシカルすぎないんですけどクラシカルな形なのでやっぱこういうジャケットネクタイスタイルでしかもベルトレスな感じっていうのがちょっとおしゃれ感が出てかっこいいかなっていうふうに思いますねジャケットもちょっと脱いでみるとまあこういう感じですねなんとなくイタリアのねあのテーラードの感じのしゃれ者な雰囲気な感じなので結構ねジャブス好きな方ってジャージの細身が好きなんでマサッと好きなんですけどもまあそれとは全然違う観点から このっって見てて見ああげるととりかもっていう風なとここですね、まあこの辺はほんと中原さんのディレクション力高いなっていう感じなんですけどもこれがあのジェリアでの別注になっているモデルになってますこれはもう細々とマサッチョも売れるけど僕がこれすごい好きなんで。 ずっとやり続けてるんですけども、まあ、モデル数は少ないけどやり続けてるモデルですねじゃあえっ、ー、とちょっと摩擦長いくつか着てみましょうか全部は着れないので、まあ、形は全部基本的には一緒なので、まあ、少しだけ 3, 3つぐらいだけちょっとピックで、ね、着てみますねはいちょっとねまだ秋っものが全然入ってきてないんでいろんなバリエーションでお見せできなくてニットとかも全然入ってきてないんでちょっと秋っコーデが難しいんですけども組める範囲でやっていきます上の方が向いてるよあのタイドアップ向いてるよって言ったんですけども あのご覧のとおりマサッチョのさっきえとご紹介したあのちょっと毛羽立ってる方のフランネルっぽいあのストレッチウールのパンツですねでも全然タイドアップでも OK であの今ここでこういうふうにドローコードあるじゃないですか実はこれ中に引ける仕様になってるんですねここに穴開いてこれ引けるんですねちょっとやりますねこうやって中にこう抜けるんですねこうやってでこれを中で、まあ、縛らなくてもこれいいと思うんですけどね中にこう入れちゃって ですね。で多分まあこういう格好さるだったらベルトしてあげた方がいいのかなと思うので、まあ、こういう感じにしてあげるとまあ本当にまあジャブスってね本当にもうほんとポイントの一つ目としてはこのこれもまあオンオフすごい使えるっていうところがメリットなんですけど、まあ、こういう感じで。 使えますという感じでこれがまあ,あのフランネルのやつだと特にドレス感が高いかなというモデルですね、まあ、これがあと、まあ、チャッコールとかも全然こういう使い方ができますしあとネイビーと黒ですね、まあ、黒だったらこの格好よりももうちょっとニットの白のニットとかで合わせてあげたいところがかっこいいような気もしますけど、まあ、こんな感じで、まあ、真冬になったらもう靴下履いてくださいね靴下履いてやってあげれば全然普通のドレスだと同じ使い方ができますという感じ、はい、じゃあちょっと他の格好をしてみます はい、ちょっとね、あの中は一緒なんですけども、あの下をさっきの、えっと、テクノウールですね、あの毛払ってない方のもう今の時期から使える方のブラックにして、これはほとんど今、売り切れちゃったって言ったんですけども、ちょっと再入荷を今、交渉中というやつですね、この動画で出てくる頃には多分入ってると思います、であと、上がタリアトールのダブルジャケットで合わせてあげるとこんな感じ。 まあ本当にこれでブラックとグレーでモノトーンで合わせてあげるっていうこういう感じも空系っぽくていいかなということで、まあ、こっちだと本当に立ち上がりの時期から使えるので便利かなというふうに思います。でこのタリアトールのダブルジャケットをついでに紹介しちゃうと秀逸なのがこれ実は上のボタンついてないですで最近ダブルジャケットってまあ細身にしてあのもう本当にシングルに近いぐらいこう細くなってるんですねフォルムが。あの開けた時に ここも細いし、ここがガバッと広がっちゃうともう昔っぽくなるじゃないですかバブルっぽくなるというかなんでもう本当にシングルに近い形ですごく細いフォルムになってるんですねで最近それを利用してカーリガンっぽく下だけ止めるっていうのは結構あのトレンドとしてはちょっと流れとしてはあって ですね。で、こういう感じでちょっとこの辺ゆったりめにこうカーディガンっぽく着るっていうのがダブルジャケットに着こなしとしてはあの最近あの出てきている着こなしの一つだったんですけども、もうこのタレアトーレに関しては上のボタンはめさせずにもう下のボタンしかついてないっていう状況にしてもうそれで着てくださいっていう仕様になっているっていうのがあの非常に画期的だと思います。こういうダブルジャケット今までなかったんじゃないですかね。暖心してこうやって下だけ止めてちょっとエレガントに着こなせるという。 ジャケットこれもおすすめですジャブスなんかと合わせてあげてあとこれ中をねもうニット本当に僕はこれだったら単純ですけど白のタートルネックなんか着たらすごいかっこいいと思うんですけどもまあなんかにしてあげるとまあ秋冬本当に立ち上がりから本当に真冬までで上にコートを着てあげてっていうのはすごい使えると思うんで便利かなとこれはちょっとこう毛払ってる感じなんでこういう素材感ですねまあちょっとごめんなさいジャケットの穴になっちゃいますけどジャケットもすごくいいかなという感じですね、はい でネクタイはアットバンヌッチのニットイですねこれもむちゃくちゃ売れてるアットバンヌッチの中のもう,もう本当にベストセラー商品でこんだけ太いあのニットタイってないんですよだから普通のネクタイにも見えるしでもニットイの柔らかさが出るっていうんでちょっとこうニッチなところをついてるネクタイですねこれもすごく人気これがね本当のねシルクのネクタイだとやっぱちょっと硬くなるじゃないですかそれを柔らかくしつつ細いニットイではないっていうところがポイントですはい、まあ、こういう感じですね はいえっと、さっきのシルキージャージって言われているちょっとこう色がいろいろ入っているやつですね生地感がすごくいい感じというかあのウォーミーな感じなのでちょっと、ね、合わせるニットがなくてこれサマーニットとか合わせちゃってるからちょっとこれはあの多分クレジット入ると思うんですけど買わない方がいいと思うんですね,これね合わせとしてはあの普通のニットの方を買ってくださいで、まあ、普通のニットと、まあ、こういう感じで合わせてあげるとウォーミーな感じで最後にこういうあの辛めのレザーで。 グッと締めてあげると多分かっこいいんじゃないかなっていうこういう感じですね。はい、やっぱりこのマサッチを細くてね。あのシルエットが綺麗なので、ニットだけでこうやって合わせてあげてもすごい綺麗ですよね。シルットがね。はい、あのスニーカーを例えばヨークのスニーカーとか,か休日だったらね。こういう感じで、あの軽くしてあげてもいいと思いますし。 個人的にはこっちがもっとミドルゲージぐらいのが可愛いかなと思うんですけどねミドルゲージっていうのはこういうこれハイゲージってすごい薄手の、まあ、サマーニットなんですけどももうちょっと地が厚いミドルゲージってほっこりしたやつありますよねああいうのでウォーミーなパンツで下白スニーカーとかだとすごいおしゃれだと思うんですよねでその上にコートとか着てあげて巻き物をわっとか巻くとすごいかっこいいと思うんで。 こういういスニーカーとかでも合う。まあ、本当にマサッチョはスニーカーはめちゃくちゃ合うんで、まあ、こういうヨークとかこういうおしゃれなやつ持ってくるとすごくかっこいいと思うんでこういう描き方もありかなと思いますじゃ最後にちょっとコーディロイを履いてみますねはいえー、と最後これストレッチコーディロイですねこんな感じです でコーディロイイってンングランドとかの人が履いいいてるるイメージあるじゃないですかなんかでかでい靴にゆったりしたコージロイパンツを履くみたいなでそれがねなんとなくやぼったさを増長させてコージロイの今の凋落につながってるんだろうなというふうに思ってるんですけどもマサチョはそもそも細身なんですけども、まあ、それに加えて結構細身のシルエットに調整されてるんですよね。 やぼったさが全然ないので、あったかさはあるけど、まあ、麹色のほっこり感も使えて、かつやぼったさがないということであのす、すごい使いやすいと思います。こういう革のスウェードとかと合わせてあげると、すごくかっこいいんじゃないかなというふうに思います。 で中はまた相変わらずサマーニット使ってるから、まあ、このままは買わないでくださいねサマーニットとほっこりパンツの組み合わせなんか絶対やっちゃいけないやつだからなんですけどまあこういう V ネックニットみたいなものでこうちょっとねあのネイビーのとか黒とかで合わせてあげてっていうのはかっこいいかなというふうに思います。 早智子はあのとにかくあの丈直しだけ気をつけてほしくて僕今折ってるだけなんでちょっと長くなっちゃってますけど短めに必ずカットしてくださいじゃないとあのせっかくこんだけ細いパンツで下がこうも,もたついてるとやっぱりスタイリッシュさが消えるのでカットは必ず短めにで短めの目安なんですけど僕は大体このくるぶしの真ん中ぐらいに合うところで切ってます大体。 下だと若干この靴にこう今がこれが下ぐらいですかねこうかかるぐらいになっちゃってでボディランジってあのかなりこうの部分浅いのにかかってるになるとやっぱりちょっとやぼったく見えるんですよねわかるかななんとなくこうもうクッションしてる感じになるんでこれはやっぱり今ちょっと適当に折りましたけどまあこれぐらいかな少しこうなんかほんとくるぶしの真ん中ぐらいでちょうど カットされてるぐらいの方がスタイリッシュで見栄えはいいと思うんでこれぐらいでカットするようにしてくださいでこれは個人の好みですけど僕は長くなるぐらいだったら短くなった方がジャブスはかっこいいと思うんでちょっと余分に長めにっていうあのやましい気持ちは頑張って捨ててですねジャストでジャストでカットしてやってくださいで短くなっちゃったらちょっとまあ後悔するかもしれないけど、まあ、そ,そこを踏まえても短めに。 一応ちょっとぐらいだったら多分出せるはずなんですよ、お話屋さんでだからまあ短すぎたと思ったらもう涙を飲んでちょっと長くしてくれと対応してくれるところがあればですねそういう感じもあると思うんですけどとにかく長めは NG で行った方がいいと思いますはいという感じかなあとはちょっとね他もしてみたいんだけどキリがないのであとジャブスゴールドねあ着たいですねあのすごくこの他のジャブスに比べて生地がすっごい柔らかいのでこうドレープ感が少し出るんですよ。タロンと それがまたかっこよくてでこ,うこのドローコードを少し垂らしてあげるとゴールドのがこうやってここからのぞくんですね黒チャコールにゴールドがこうのぞくみたいなちょっと想像してくださいはいはいそんな感じですなんでちょっと今日は来ませんけど、まあ、そういった感じで着こなすとすごいかっこいいので、まあ、この値段の価値はあるかなといったところですあそうねそれでこういうふうにドローコードをこうやってあえて垂らしてあげても いいいと思いますただ僕ねこれそのまま垂らすとちょっと長いんでだいたい一巻きしてから垂らしてますぐらいの方がいいかなとまあもちろんあのジャケットの時とか垂らさないですけどもこういう上がカットソーとかニットの時とかは少しこう垂らしてあげてバランスよければ垂らしてあげるっていうのもカジュアルっぽくていいかなっていうふうには思いますという感じかな えとジャブスファンの方、満足していただけたでしょうか。まあ、ジャブスのネタはまたねあの、スタイリングとかでもちょいちょい使うしまたなんかあのは新しいのが入ってきたらデニムの時とかまたやると思いますので、まあ、その時までに気になるものがあればまたコメント欄とか書いておいていただければ紹介していきたいと思います。それでは今日の動画は以上です。いいねと思った方はいいねの方とあとはあの登録の方もしていただけると嬉しいです。 あと僕のミノン5っていうインスタグラムのアカウントで、まあこういったコーディネートをね、多分これ全部来て、コーディネート全部載せると思うんで、まあそういったコーディネートをあの参考になるものも載せてきますので、ぜひインスタグラムの方の僕のアカウントもフォローしてください。あの、ジェディアのアカウントもあるんですけども、ちょっと回転休業状態になってて、あの、僕の個人の方で主にジェディアのアカウントとしてやってますので、あの、そちらの方を参考にいただければなというふうに思います。はい。では今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。 はいえー、とジャブス再入荷というか、まあ、入荷の回だったんですけどももう1個ね、ね入荷、ザッツ、ザッツ今すっごい人気で、まあ、前回動画で紹介したのが聞いたのがめちゃくちゃ売れてます、でさらにまあ今ちょうど、ね、野球物が入ってきたんですよ、新しいコレクションとあとまあ既存のものの再入荷ということで入ってきて本当に爆発的に売れてますね。 という感じなんでまあ、気になる方は早めにチェックしていただきたいんですけど僕は今年買ったのはこれです。インスタではもうあげましたけど PC スリーブですかねこんな感じなんですね。なんかすごい PC スリーブで今までストーンアイランドの使ってたんですけどもちょっとね大きくってカバンに入れるとかさばるっていうのが問題だったのとあともう34年使ったのでもういいかな次のでってストーンアイランドっていうのがなんかトーン。 トーンラーみたいになってたからまあそろそろ新しいの欲しいなと思ってたらこんなのが出てきて最高だなと僕バックブックエア入れてますそんなにこうあのクッション感はないんだけどなんかこうおしゃれですよねカバンから取り出した時とかこれだけで使ってても一応ねこのハンドルがついてるんですよねこれちょっとどうやって使うのかよくわかんないんですよね担当の方にちょっと聞いたんだけどこれがないとスルッと滑ることがあるから一応つけましたっていうふうにおっしゃってたんだけど <laughs> どうやって使うんだろう こうやって使うのかな。ちょっとわかん謎なんですけど、まあ、こういったところは本当雑らしくていいなみたいな感じです。はい、ですごい気に入ってます。皆さんも一緒にどうですか。